えコンテエコンテは、漫画、映画、アニメ、テレビドラマ、CM、ミュージックビデオなどの映像作品の撮影前に用意されるイラストによる表。映像のイメージを具現化するための設計図にあたる、ものである。がコンテと表記されることもある。単に、コンテとも呼ぶ。漫画の場合は、ネーム、イラストではなく、文章による場合は、字コンテ、動画によるものを、 ビデオコンテと呼ぶ。コンテは英語のコンティニューティの略である。現在一般的に用いられているエコンテの手法は1930年代にウォルト・ディズニー・プロダクションで開発された。エコンテは一つのカットがどのようなものかを説明するものである。人物などの被写体はどのようなサイズ、構図になるか、それらはどのような動きをするのか。 カメラのどの縁から画面に入ったり出たりするのか、カメラ自体は、どのような動きをするのか、固定なのか、どのくらいの時間映しているのかなどである。絵コンテはイラストのみによって説明するものではなく、必ず簡単な文字、文章が付属し、そのカットの詳細を説明する。その内容は、絵の動きとセリフ、芝居の意図を説明する補足などが書かれる。 一カットの中で大きな変化がある場合は何コマものイラストによって一つのカットが説明されるが変化が少ない場合には一コマで説明される類似するものに海外作品のストーリーボードやアニメ作品などにおけるイメージボードなどがあるそれらはすべてのカットを描いたものではなく大体のイメージをスタッフにつかませるためのものであり絵コンテはすべてのカットの コンティニューティー、連続性について決定するものであるとして分けた考えもある。しかし、制作現場によって、その定義はまちまちであり、例えば、黒沢明の作品における絵コンテは、ストーリーボードやイメージボードの意味合いが強いものとなっている。コンテは、映画監督やディレクター、演出家が自ら書く場合も多い一方、絵コンテを書くだけのライター、 コンテマンも存在する。映画やテレビドラマなどで脚本が存在する場合は、脚本が先に書かれた上で、コンテが書かれるが、アニメ作品では、絵コンテをもとに、アフレコ用脚本が起こされる場合もあり得る。例えば、宮崎駿や原圭一は、脚本は作らず、イメージスケッチやシノプシスを用意した上で、絵コンテから、制作作作業に取りかかる。 絵コンテ作成を示す動詞は、書く、描く、切る、割るなどがあり、統一されていない。アニメーション制作においては、絵コンテは、映像全体の構成を決める設計図とも言える、重要なものであり、コンテの存在なしでは制作作作業には入れない。ただし、絵コンテの段階で、どこまで、細部の作画、演出が決定されるかは、監督や演出家の考えによる。 富野義行や今石博之のように、絵コンテは演出の大枠を示すものと捉え、細部は、原画マニア、担当演出の自由な解釈を許すラフな描き方を、する監督もいれば、宮崎駿や、コンサトや芝山つのように、絵コンテの段階で画面の細部まで書き込み、詳細な演出指示がなされた絵コンテを切る、監督までいる。宮崎駿、芝山つ 押井守る、今瓶の監督作品に代表されるように、芸術性や資料性が高いものは本として出版されることがある。SFX、VFX が多用される映像制作で作業中にあたりを見るため仮の映像が欲しい場合などは、事前に絵コンテに基づいてアニマティックと呼ばれるが制作される。作業がはかどり、スケジュール管理上も有効である。 CM の場合、スポンサーに企画案をプレゼンする際にもコンテは重要である。その際により企画内容をわかりやすく伝えるため CEG などが一切含まれていない映像であっても絵コンテに基づいてビデオコンテを制作することがある。富野義行はコンテ千本切りの富野と異名を取るほどあらゆる作品で絵コンテを切りまくっていた時期がある。 とにかく早くコンテを上げるため、スケット的に重宝されていたという。宮崎駿監督の未来少年、コナンの絵コンテを担当した時は、トミノの名前はクレジットされたままだったもののその絵コンテは使われず、宮崎が自らコンテを切り直したと、同作品の作画監督である大塚康夫が証言している。もっとも宮崎は、 他の作品でも、井出崎さなどの一部の例外を除き、ほとんどコンテを書き直していた模様である。映画監督の黒沢明は二課ンに入選するほどの絵の腕前であり、絵コンテにも定評がある。資金難で映画、影武者の制作が暗証に乗り上げた時、黒沢の絵コンテを見たフランシス・フォード・コッポラと、ジョージ・ルーカスが感銘を受け、20世紀フォックスに、 海外版のプロデューサーを買って出たという逸話が残されている。現在、実写映画や TV ドラマなどで絵コンテが切られることは多くない。ただ、CG の導入によりコンテを切らざるを得ない状況というのも出てきている。別の問題として頻繁に変更や移動が行われるため、資源が乏しい制作現場の場合色々いろいろと問題になる。 樋口真嗣はこれに対応するため、ガメラ3者新覚醒で、ファイルメーカーによるコンテの管理を開始。ローレライでは、映像編集システムであるファイナルカット、プロと連動させるシステムを導入した。画面や芝居を位置から構築し、なおかつ制作工程において、多数の人間が関わる、アニメーション作品においては必須のものである。特に日本の制作現場では、 絵コンテの映像化がアニメ制作そのものであると言っても、良い。そのためコンテはシナリオよりも、はるかに重要視されており、担当するコンテマンによるシナリオの改編などが、比較的自由に行われている。当然好き勝手に書き直すわけではなく、どの程度まで改編して良いかは、現場の長である監督によって判断される。3DCG アニメにおいては、 CG モデルとカメラアングルは個別に変更できるため、エコンテの代わりに CG モデルを配置して、アングルを確認し微調整が行える。ただしプロ仕様の 3DCG ソフトは、操作が難しいため、監督などがオペレーターに指示する必要がある。近年ではユニティに代表されるパソコンで動作し、操作も容易ながら、多数の 3D モデルを配置して、 レンダリングが可能なゲームエンジンが登場したことで、画面上でのシミュレーションを行ったり、そのまま動画制作に移行手法も考案されている。CM や動画制作のプレゼンテーションなどに使われる、予算がつく前に演出ツイートや効果などを説明するための仮動画。VCON と略されることもある。AB プロデューサー用語集、公益財団法人ユニジャパン。 2019年10月26日、閲覧。ホワイトヘッド、マーク、アニメーション、ポケットエッセンシャルズ、ピアニッシモ、47、ISBN9 兆7819億304万7460、ユニティソリューションカンファレンス2015レポート。アイドルのメガボルトやアニメ展でもユニティを活用。技術よりも直感的にわかるエモいコンテンツとは、 4gamer.net 2016年2月17日閲覧ユナイト2017東京公演タイムテーブル2017年5月10日閲覧ありがとうございます